おはようございます。台東区の方でですね、リバーサイドチャレンジゲームズというね、アンダー15とか、もっと下の子たちもやってるのかな、子たちが集まって、こうなんか大会というか試合をやってるらしくて、ちょっと招待いただいたんで、まあこういう機会ね、なかなかないんで、どんな感じなのかなと。今のね、俺の20個ぐらい下の子たちっていうのは、どんなもんなのかっていうのを潜入して見てみたいと思います。千葉ジェッツのユースの子たちとか、多分出てるっぽいので、レベルはね、結構高いんじゃないかなと思います。はい、ってことで、無事終わりました。まあ今の中学生、まあ、あれ中学生だよね。今の中学生はみんな元気だなって思いました。はい、そして外出たらスカイツリーが綺麗だったんで、ここでエンディング撮ろうかなって思いました。はい、そちらも結構いてね、声かけてくれて、ありがとうございました。千葉ジェッツのユースとか越谷アルファーズのユースとかね、いろんな、あと埼玉で有名なんか ENS っていうね、クラブチームがあるらしくて、そこでも結構みんな上手かったですね。はい、あのこれからどんどん大きくなって、はい、こんな感じで、終わりにしたいと。これどういう動画になるんだろう。ただみんなのいいところを集めてギュッと凝縮した動画になるだろう。ここが一番いい絵だな、これ。後ろにスカイツリーがあって。はい、ってことでありがとうございました。さよなら。